昔々、ここにあるイタリアという国は、まとまりがなくいろんな国でできていました。イタリアは一つの国にまとまろうとした時もありましたが、ここにあるオーストリアという国や、ここにあるフランスという国に邪魔をされていました。イタリアがまとまって強くなると厄介だな。そんな中、ここにあるサルデーニャ王国という国では、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世という人物が王様になりました。この人物がイタリアを統一することになるのです。ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世は、カブールという人物に政治を任せました。カブールは思いました。イタリアをまとめるためにはオーストリアやフランスに邪魔されないようにしないと。ちょうどその頃、ここにあるクリミア半島と呼ばれる場所で、ここにあるロシアという国とフランスたちで戦いが起きました。括弧クリミア戦争、カブールはフランスに気に入ってもらおうとしました。サルデーニャ王国はフランスの味方をするぜ。このおかげでサルデーニャ王国とフランスは仲良くなりました。カブールは思います。これでイタリアの統一を本格的に始められるぜ。サルデーニャ王国はまずは、ここにあるロンバルディアという場所に攻めました。ロンバルディアはオーストリアが支配していたので、オーストリアの軍がたくさんやってきました。しかし、サルデーニャ王国の仲間にはフランスがいます。フランスはサルデーニャ王国に協力してオーストリアを倒しました。こうしてサルデーニャ王国はロンバルディアを自分のものにしました。さらにサルデーニャ王国は、ここにあるサボヤという場所と、ここにあるニースという場所をフランスにあげることで、この辺りの中部イタリアを自分のものにしました。そんな頃、イタリアにはガリバルディという人物が現れました。ガリバルディもイタリアの統一を目指していました。俺の夢はイタリアを統一することなんだ。そこでガリバルディは、赤シャツを着た1000人の兵士、カッコ赤シャツ隊を集めて、ここにあるヨーシチリア王国を占領しました。ガリバルディはこれだけでは満足しませんでした。ローマ教皇という偉い奴が住んでる土地、カッコローマ教皇領も攻めるぞ。そう言って、北の方に向かいました。カブールは焦りました。そんなことしたら、ローマ教皇と仲が良いフランスがぶち切れてしまうぜ。そう言ってカブールはガリバルディと話し合いを行うことにしました。この話し合いでガリバルディは、占領したヨーシチリア王国をサルデーニャ王国にあげました。王様ビクトリーをエマヌエーレ2世が奪い。こうしてイタリアは、王様ビクトリーをエマヌエーレ2世の下で統一されたのです。その後イタリアは、ここにあるベネチアや、ローマ教皇領も自分のものにしました。しかし、ここにある南チロルやここにあるトリエステは、イタリア人が多くいたにもかかわらず、オーストリアのもののままでした。かっこ未回収のイタリア。この未回収のイタリアが解決するには、第一次世界大戦まで持ち越されるようです。